あ、今回初めてないです。だから多分初めてです。お互いが画面を通して、ね、現役の頃もずっとセルジオさんが画面で初めましてって挨拶からしなきゃいけなかったかなと思います。日本だけの話をすれば僕はメンタルであったりコンディションであったりそういったものは正直あまり良くなかった。ブラジル戦にパラグアイ戦のメンバーを出してほしかった。それは僕もちょっとパラグアイ戦がやっぱり良かったというか選手の特徴が分かりやすかったじゃないですか、うん、もう下と比べるという時代は終わらなかったらずっとポット3から日本は出れないのね。日本だけの話をすれば僕は非常に良かったと思います、まあ、パラグアイのもちろんメンタルであったりコンディションであったりそういったものは正直あまり良くなかったと思いますけども、日本の選手個々のパフォーマンスとか、まあ、動きのキレとか特徴を出すっていう部分はたくさん見えて良かったのかなというふうには解説しながらも思ってましたね。攻撃の選手が一番目立ってるのよね、まあ、それが相手の質が悪いっていうね、レベルが低い、まあ、南米の8位ですからね、してワールドカップも出ない、ランクも50ぐらい、そこがやっぱり相手とどれぐらいできるかっていうね。三笘選手には注目してましたし、まあ、よかったなっていう部分と、あと伊藤選手も初代表で、まあ、すぐに試合っていう部分もあったので、まあ、どの程度フィットしているのかなというのも気になってはいたので、まあ、そのあたりの選手たちは非常に積極的にやってたのと、まあ、あとは鎌田原口のところですか、遠藤はまあ安定して力を出してくれたなと思うんですけど、あのシステムにちょっとシステム変わったじゃないですか、 4-3-3 というか、そこの部分で鎌田と原口が、まあそこで長い代表で長くあそこのポジションでやってるわけではないので、まあ、どのくらいできるのかな攻守両面でっていうのを見てたんですけども、非常に献身的な守備から攻撃に出る部分は良かったのではないのかなと思ってましたね。ワールドカップに行く前の試合ですから、やっぱりパラグアイないんだよワールドカップにね、あのレベルはね、勝ってもあんまり参考にならない、だから次の試合にどれぐらいできるかって僕は楽しみにしてたんですけども、消えましたね、あの活躍した。もう下と比べるっていう時代は終わらなかったら、ずっとポット3から日本は出れないのね、これがね。だからドメスティックでどうしても4年間アジアでやる試合が多いから、それが主流になって強くなったと思ってるんですけども、もっともっとやっぱり強豪相手とかそういうところで、あるいはヨーロッパでレギュラーになるとか活躍するとか、ベンチ外じゃなくてビッグクラブに行って活躍するっていうところができてないのね今。だから7回連続ワールドカップ出たけども、ポット3からずっと出れないっていうね、そこがやっぱり求めるのはもっと上っていうね、もっと強豪にも攻めてほしいとかね。だから僕は2試合目にブラジル戦にパラグアイ戦のメンバーを出してほしかった。それは僕もちょっとパラグアイ戦がやっぱり良かったというか、選手の特徴が分かりやすかったじゃないですか。だからすごい楽しみだったんですよ。誰が出ても多分あれぐらいできたと思うんだよね。久保君が出たり、いろいろ出たり、あの時に出たアピールしやすかったけども、でもワールドカップ行く前のアピールじゃないのね、あれ。だからあれちょっとキャスティングがこうちょっと逆になったなっていうように感じました。だからもう森保監督も情報で分かってるのよ、パラグアイの力ね。
だから逆に言えば日本の一番一軍を出してないっていう錯覚しますよね。あの休ました選手、あるいは途中で引っ込ました吉田とか遠藤とかも全部次の試合のことを考えてる。ということはそこがワールドカップへのサバイバルどのことでメディア言ってるけども、もう決まってますよね、みんなね、この時期に来たら、ね、まあ、ある程度出たのね、途中出場でもパラグアイ戦に出たって言ったら、三笘君とか出ましたからね、何もできなかったの。だからそこのよね、疲れてとか何でかって、ブラジルはもうほとんど同じメンバーで来てるんだから、ブラジルも疲れてる、コンディションあまり良くない、雨降ってるっていう、だからそこがね、やっぱり戦術的にできないのね。要するにあれぐらい引いてたら相手のゴールまで行くのね、ものすごい距離が長いのよね。そして守りに戻らなくていけない、インターバルが長い、これ無理のよ。ハーフラインまで押し上げしてあげなかったら彼らが生きてこないのよな。パラグアイ戦にはもうハーフラインから前でプレーしてたけども、ブラジル戦にはほとんどペナルティーラ周辺でプレーしてたら、やっぱり攻撃的な選手が消えますよね。だからできるできないかってね、試さないまんま終わっちゃったなって感じです。ちょっとね、あの世界の壁を破るのはいつだろうってこう思いますよね。それと日本の戦術がもう超守りのにあったんだから、これからどこと戦おうかってこう考えたら満足できないよね、僕は。やっぱりパラグアイ戦にやった戦術、どの相手でも勝っても負けてもやらなかったら、チャレンジしなかったら伸びないよね、それ。まあ、勝ち点3をね、練習試合にね、あの戦術をやりながらね、それは結局ワールドカップに出た時の戦術では通用するけども、いつ勝てるようになるんだ。じゃあすごく組織的に前から行って相手エリアで奪ってショートカウンターという場面があったかっていうと、そうではなかったっていう部分は、まあ、今セルジュさんおっしゃったように、そこにはやっぱまだ差が、ちょっとなかなか埋まらない差がどうしてもあるのかな。まあ、ここがもちろん、本戦であれば本当に最終的にあえて守備でファールが多くても、あそこで勝ち点を取れればいいかなという気がするんですけどね。まあ、ただこの間の段階では、まあ、どういうふうに攻めてどういうふうに守ってっていうよりかは、後ろに関しては、まあ、よくみんなでしっかり耐えて守ったなっていう印象です。ブラジルのメディアの評論、あの日本は10人で守ってる、ペナルティーエリア周辺に10人集まってるチームで、引いてあの訓練したら組織的に守るけども個人的な守りはないのね。だから間狭くしたら誰かがやってくれるっていう、だからあのフリーキックの壁作ってるみたいなもんだよね。浅くしてどれぐらい能力あるかということを試すためにブラジルとやったのけども、あれぐらい引いたら一個人のメリット消えちゃうの、ね、チームワークっていう日本でよく言うんですけども、そうしたらさ、守るためのサッカーであって引き分けでいいとか少ない点数で負けるっていうのは そこから独立できないの。だから覚えるのに負けるということも体験のね、浅くしてできるかできないレベルだっていうことをね、覚えたらいいと思うんですね。もったいないことをしたなっていうね、あの要するに負けないためのサッカーはこれワールドカップだっていうね。Vamos registrar o meu canal.